声ガサガサ。下からなんかめちゃめちゃ太って見える。どうも、鈴翔さんの安です。今日は家族に、マジ家族にだけしかないのかな。上っ子の頃がやってきましたね。約2年ぶり。学校行く前に、大学の時見せられて、とか、どういう判断するのか。3時45分なんで、なぜドッキリを仕掛けたいかっていうと、大学生で YouTube やる人って、基本、めちゃめちゃ、なんか大学を、やめてまで頑張ってる人が多いと思うんですよ。一人で撮ってめちゃめちゃなんか、すごいな、一人で撮ってます。いつも感謝してます。一応2000年過ぎて学校から退校届けたらっていうのをちょっとね今日はやっていきたいと思います。大学に退学届けをもらおうと思ったんですが、もう結論無理という可能性が出るので自作自演で作っていきたいと思います。それ風に今回作るのは今から真っ白ルル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 ルコンビニがないことから皆さん退学したらダメですよ。やっぱり学校で勉強して寝て食べて遊んでやめして勉強して勉強して学長代だったっけ。ご覧のスポンサーがお送りワード神栄養の仕方印鑑は僕作った印鑑母印する母印いい感じで朝にしっかりと思います。では鈴翔さんのスイッチ。んちゃんんちゃん分かってる分かってる分かってる教えてる教えてる。今度は朝にもう僕は今日から学校へ行かなくてもいい。来てくれ。なぜならなぜならなんでだなんでなんだえこれでもう僕は自由だ。結構ガチで、これは結構ガチ。行けよ。いや、もう退学命令書。はい。え、お前何したの。多くていいと思いますよ。クズやん、クズやん、クズやん。で、退学命令書ってもう退学したの。結構これガチで学校のタワーがそうなる。痛い痛いと思う。じゃあ片元だけ取らして。めちゃめちゃ取れた。めくれないなと。うん。無駄やな。やばいってお前退学はえぐい。もうお母さんに知らせたいと思います。ちょっとこれ朝やから。お前学校本がや、親不孝本がや。おい学校している時に割れてかれよ。学生証だけもらえるか。学生証だけもらえるのか。僕はもらわれへん。土産ではない。うん。本校での成績が不十分だったためは。まだ早い。早ない。早ない。成績が不十分。不十分はいい。成績不十分で退学難しいから。授業中寝すぎて。それはあかんわ。で、第2条は入学学業に見込みなかったらあかんねん。そう。第1は何の少ない。これの方が下じゃない。手をはやばい。手はやばい。大学ってお前、なありがとうじゃねえ。これはあかん。いや、学業頑張らんやつに YouTube は無理やから。学業ちゃんとせえへんやつに YouTube なんか無理やから。こんな言われる。学業がちゃんとできて、楽しみが、趣味がちゃんとできひんやつ。バラー大学中退が中退大学中退が中退。お兄ちゃんはスーさんと一緒に寝てるらしいけどね。大学中退が司令メドスの著者を紫式部は無理やった。浮かれじゃあ捨てに行こう。捨てに行くよ。しゃちょっと待って、お母さんに本格してから。じゃあ俺が全部お風呂に入れる。お母さんに本格。おはよう。朝のお母さんが一番気になる。始まるよ。お母さんこっち来んな。もうちょっと寝れるんだ。これもうちょっと寝れるんだ。ああ、謝った。これぐらいの
待って。みんな見て見て。中退をさ、自慢にする。おさらば。あ、違う、これドッキリでした、ごめんなさい、すいませんでした。あが、ほんまやが、あが大学に電話しようか。大学にもう電話しない、電話しない、ほんまやが。このコーナーもうやめます。お母さん怒ってる、怒ってる。お母さんがそれでデスビーム、ビームや。こんなドッキリしたらあかんやろ。つい。どうも、お母さん一瞬ビビったな。お母さんめちゃめちゃビビってましたね。ほら、ドッキリ星。ドッキリ星を。それじゃそんなことてんやろ。せえな。授業中も寝てないし。分かれへんやろ。そんな。みんなめちゃめちゃ信じてましたね。信じてたやろ。信じてたやろ。信じてたよりも願ってた。ほんまやあれ。おい、前に退学届け、退学命令書を出したら、家族はどの反応するの言った。居眠りで退学はむずい。一個分かる。なん俺はドッキリしなくマジか。俺お前はマジだ。お前はめっちゃやった。もう俺一緒にやっぱ退学にしよう。あかんわ。やって。じゃあいいよ。お前、逆にも程あるから。なことしてるかよ、お前。ないね。退学しろよ。退学になれよ。おいやん。じゃあ、あと誰か知らんけど、僕のクッカーが。何を取って。何もない。なんかあるっしょ。